私はね、ギリ島というところがトラワンガンという、島に来てまして、ここはね、ちょうど船着き場の、近くで一番のメインストリートなんですけどね、非常にね、この辺は人混みすごい。ここはね、基本的に、自動車やオートバイはね、走ってはいけない、そういうルールになってますね。まあ、こうやって馬車と自転車のみがね、このアスファルトの道路をね、走っているわけなんですけれども、大体この島ね、自転車で40分ぐらい、で一周できてしまうというですね、感じなんですが、今私はね、ちょうどこの島を一周、してみようと思って、それをですね、このカメラで録画しております。それにしてもね、やっぱりオートバイとかね、何も走ってないというところがね、すごくいいですよね。まあ、結構ね、道路も完全に舗装されてないというか、まあ、ちょっと若干ね、凸凹道も続くんですけど、まあ、それはそれでね、愛嬌という感じでしょうかね。あ、でもこれね、カメラ揺れてるでしょうね。ちょっとまだね、こういったことを今初めて、自転車にね、こうやってセッティングしてね、カメラね、それで走らせる、ね、初めてのところで、ちょっとよくわからない。まあちょっと後で編集しないといけない部分がたくさん出てくるので、ちょっと一周回ってみようかなと思います。それにしてもね、なんていうのか、これはね、やっぱいい島だと思いますよ。私もまだね、義理島には2回しか来てないんですけどね、なんていうのかな、落ち着くと言いますか、全般的にね、パーティーアンダーパーティーアイランドっていうふうに、いやあうまい、言われてるだけや、非常に穏やかと言いますか。あんま怒ってる人っていうのはね、ほとんど見ないっていうですね、そういうところがありますね。いや、まあ、今の時期ね、雨季といって、雨が非常に多い季節からでもあるんですけれどもね、まあ、ただ今日たまたまね、すごく、外も晴れていて、非常にね、
撮影日和になってるなと思います。だんだんこの辺からね、落ち着いてきてね、しばらくこういう、なんていうんですかね、あぜ道が、また続いていくわけなんですけれどね、よいしょ、ちゃんと走れるかな。いやー、いいね、景色ですね。なんかプレイステーション3っていうね、ゲーム、そうなゲームで、プレイステーションホームっていうね、なんかチャットみたいな、なんかそういったね、ものがあったんですけど、なんかここでね、なんかビーチリゾートを模したようなね、まあリアリティのバーチャルね、ものがあったんですけどね、ちょっとそこのビーチリゾートがね、そのイメージにぴったりですよね。ちょっとね、ただカメラがね、すごいガタガタ揺れてますよね。いやー、暑い。だんだんこの辺になってくると、まあ、アスファルトはね、ほとんど、なくなってて、まあ、土の、道路っていうんですかね、そういう風に変わってきますね。うん、いやー、なんていうのかね、結構このね、島根や欧米人の方がね、たくさん、やっぱり観光で来ていてですね、なんかかっこいいですよね。なんかこうハリウッド映画に出てきそうでね、男女がなんかこうね、おっとりと、身構えているという、なんかこう絵になるようなね、そういうものを、風景として見て取れるっていうですね。それにしてもね、いろんな、馬が走ってますね。このね、これは練習せなあかんな。どう見ても本当だね、凸凹道だとカメラが、ガタガタ言ってね、見てる側はね、余裕が入っちゃうんじゃないかなっていうふうにも思ってきます。すごい大変だこれ。よいしょ、ね、やっぱりメインストリートから離れると、こうやってね、なんと言いますかね、人気もだんだん少なくなってきて、まあ、ただね、サイクリングとかね、してる人は、まあ、結構いますね。いいなあ。よいしょ。ちなみにね、この映像は、360度の映像でね、録画しておりますので、まあ全方面がね、360度になるので映像見れますから、その分ね、リアル感が上がっていいんじゃないかなと思います。私もね、この360度の、ジューズ XR、 これはね、今年の秋ぐらいに買ったのかな。ちょっと初めてライブでね、使ったんですけどね、やっぱり全然違いますよね、一般的なね、ビデオとかね。うわ、すごい道に入ってきちゃったなぁ。行けるかなぁ、ちゃんと。あ、違
ちなみにね、昨日ね、すごい深夜の時間帯、土砂降りだったんですよ。だからこうやってね、雨だまりになってて、道がちらほらと切られます。うわ、いやーすごいですよね、なかなかのね。よいしょ。いやー、どこまで行っても続く海、ね。まあ、ここのね、海にはね、海がね、沖縄の方にもね、いるみたいですけど、そういったウミガメがね、やっぱり生息して、普通にね、近場の海を、泳いでるとね、普通に遭遇できるっていうね、みたいですよ。私も今日朝ね、ちょっと海で泳いできたんですけど、まあその時は残念ながらね、遭遇はしなかったんですけどね。自転車っていうのはね、やっぱりね、普段我々が使ってない筋肉をね、自転車で、補填してくれるっていうか、普段使わない筋肉を使う分ね、体全身のね、血流とかね、凝りがね、バランスよく、良くなっていくっていうね、そういうメリットがね、自転車にはあるんですよね。まあ意外とね、水泳なんかもそうなんですけど、自転車もね、こうやって体全体を使うことになって、非常にこれらもね、こうやって、暑い天気の中、自転車に、乗って、まあ健康促進しているっていうのが、もう半分ぐらいは回ったのかな。とはいえ相変わらずね、デコボコ道が続きますね。昔ながらあるような、舞踊のようなね、そういうお祭りとかね、出てきそうなね、キャラクターですね。いやーもう結構疲れてきた。この辺はなんかゴミが、まあ、ところどころに、ね、散らかっているような、ちょっとね、かわいいあれかなっていう、感じの、場所ではありますね。
ちょうどね、この今義理島の、気温ですけど、大体この時間帯で33度ね、33度です。今日本だと、ね、最高気温9度とかね、そんぐらいですから、まあ33度ってね、我々最近だともう夏のね、期間ですと、まあ、慣れきったようなね、温度でもあるんですけどね、やっぱりね寒い日本からこうやって、33度の、ね、場所に来るとやっぱ体がねほてりやすいというかね、うん、できるんでしょうかっていうそんな感じですけどね。あぜ道ばかりだとね、通りやすい道をね、一瞬で、ね、ああ、サンキュー、ああ、通り、ね、こうやってね、対抗してくるね、自転車とかもあるんで、気をつけてね、走らないとね、こんなところでこけちゃうかっこ悪いですよね。場合ね、ここの島に、一人で、来たんですけどね、いやー、こんな遠くまで来てね、一体何やってんだろうっていうかね、ところもあるんですけど、まあ、でもね、本当日本にはないようなね、この何でもな、空の大きさとかね、
ドニーの波のね、強い強さで、あとは、もちろん観光客もそうですけど、現地で暮らしているね、島民の方々の、生活とかね、そういったものをね、買いますので、いろいろと、自分自身が取り戻すなといった、ところもあるんじゃないかなと思います。うわ、これは通れへんやろって、なんかしょうがないな、ここ。これちゃんと走れる人ってすごいよな。よいしょ。よいしょ、よいしょ。前来るとね、ほんとね、人は少なくなっちゃう。波のね、音だけがね、聞こえてきて、心地いい、そんな感じですね。うわ、また全部が来やがったな。こうやって走ってるとね、だいぶ私も自転車にね、慣れてきまして、結構モトクロスっぽいようなね、ね、雰囲気のね、走りっぷりになってくるっていうか、こういうのはね、やっぱ健康にいいんですよね。平坦な道路とかね、まあ坂道はね、結構きついかもしれないけど、こういう凸凹道をね、あえてね、こうやって走っていくと、健康にいいって、そんな気がしますね。海がね、青いね、青いっていうかな、緑っていうかね、ね、澄んでいますよね。ここは、太平洋とか、なんか、そういう日本海とかだと何になるんですかね。インド洋ですかね、ちょっとわからないですけどね。ここでライブやってますね。ヤギさんですね。
ですね。道の方が、二股に分かれてたんでね、とりあえず私はこの右方向に、曲がってみようかと思います。よいしょ。やっぱりね、このギリトロアンガンも島のね、まあ橋側っていうんですかね、まあ、やっぱメインストリート側っていうのはね、人も多くて、まあ、特に欧米人の方もいますけどね、こうやってちょっとね、中に、入っていくと、なんていうんですかね、やっぱりローカルな暮らしみたいなね、メイクとか、そういうね、ガラッとね、急に雰囲気が、変わるようなね、そういうところがあります。なんかね、こう昔ながらのインドネシアのね、暮らしぶりっていうかね、そういったものがね、少し、分かるような映像になってるんじゃないでしょうかね。ここで。よいしょ。いいのかな。違うかな。あ、ここに道があるかっていう。なんと言いますかね、まあ、この辺はなんだろう、ゴミの集積所かなんかになってるんでしょうね。たくさんのゴミがね、ところどころ散らばっております。さて、道を抜けたようです。またアスファルトの道に、戻りましたね。華やかなメインストリートとかね、まあ、木の姿といいますかね、そういったものもね、ここで、少し分かるんじゃないかなみたいなところもありますね。
まあ、とりあえずこっち行きます。行って隣になる。このカメラ、大体15分ぐらいするとね、すぐね、バッテリーがね、なくなってしまうんですよ。なのでね、その辺をね、ちょっと今、心配、してはいるんですけれども、ちょっとね、画質を若干落とした状態で今、録画してるんでね、その分、多分バッテリーは持つんじゃないかとは見ております。またルーストリートに戻ります。でもね、結構ココナッツのね、売り場ね、ココナッツを売ってるようなお店がね、結構多いんですけどね。生ココナッツジュースってね、日本ではなかなかね、売ってないんですけどね、生でね、何も加工せずに、そういった状態で飲むココナッツジュースってすごい美味しいんですよね。だんだんね、私の宿泊している、ホテルの方に、戻ってきましたね。大体これで1周をしたというような感じです。あ、見えてきた。あれがね、私が泊まっている、ホテルです。じゃあ、一周を、しましたので、ホテルに帰ってとりあえず、冷凍検証しましょう。それではまた。